ピックトゥライフ、命をつなぐ思いということで8月になりました。今回はですね、8月はもうフル全部使ってですね、この方をもうフィーチャーをしていこうと思っています。それでは自己紹介のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。広島市でですね、親子カウンセラーをやっておりますアルメリアの久米と申します。久米ひとみという名前なので、お気軽にひとちゃんと呼んでいただければと思っております。私岡山県の出身でして、広島に来て16年ぐらいなんですけども、はい、大学進学時に広島に来ました。で、あと4歳から小3までの3姉妹のお母さんをやっております。で、カウンセラー資格、民間資格を今何個か持ってるんですけれども、この4月、今年の4月からですね、公認心理師をしっかり国家資格を取りに行こうと思って、今現在通信大学で大学生もしております。そんなこんなでカウンセラー活動などをやってるんですけれども、どうぞ本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、もうプロフィールからすごいいろいろ、学生でもあり3人のママでもありみたいな。そうです。すごいいろんな本当にプロフィールをお持ちというかね、親子カウンセラーということでさせていただいているということで、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。アルメリア代表ということで、本日もズームでこちら収録をしているので、後から後日ですね、収録 YouTube の方で見られている方はそのね、後ろの背景が気になるかと思うんですけども、アルメリアという名前をつけたちょっと由来だったりとか、花言葉とか、ちょっと教えていただければと思います。はい、アルメリアなんですけれども、こちらが春に咲くピンク色の花で、この私が今日後ろに背負ってる花なんですけれども、これが花言葉を気に入ってですね、私の一番好きな花になるんです。どんな花言葉かっていうと、思いやりとか共感とか、そういった花言葉がついてるんですね。で、まあ日々疲れてて、なんか花買ったの最後だっけみたいな、最後にめでたのいつだっけみたいなことって、結構育児してるとバタバタしててあるんですけれども、まあそういった方のですね、アルメリアに私がなりたいという思いで、アルメリアという名前で活動しています。ありがとうございます。めちゃめちゃ素敵な花言葉というかね、ありがとうございます。由来もあって、いやー、もう僕も今考えると、花めでたっていうか、花買ったのいつだっけってですよね。そう、そうなると思います。もらったのもいつだっけみたいな。そう。それを考えると、もうかれこれな、もう何年っていうレベルですよね。それこそ。大学院の時に、卒業の時にもらったのが最後って考えると、4年なんか特になんか男性の、だからっていうのもあるのかな、どうなのかなと思うんですけど、すごいもう花をもうその買うっていう習慣というか、なかなかないなっていうか、もらうこともないし、買うこともなかなか最近少ないなっていうか、と思いながら、ちょっとさっきちょっと今話を聞いてましたそうですよね、男性だとそうだと思います。ということで、今日はですね、ひとちゃんと一緒に、話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで、本題に入る前にちょっと一曲、夏本番ということで、この曲をちょっと流していこうかなと思うんですけども、なぜこの曲を選ばれたか、ちょっと説明していただいてもよろしいですか。はい、ですね、私もともとラジオっ子で、中高生の頃ですね、よく AM、FM 聞きながら、受験勉強とかしてたんですね。で、まあ、昔からそのラジオ、はがき送ったりとか、すごく楽しい思い出もありつつ、で、もう夏ということで、もうこの曲しか浮かびませんでした。そうっすよね。そうっすよねって言ったんですけど、はい、僕がこんなに反応してるってことは、もう、この番組をずっと聞いているくださってる方は、もう、多分アーティスト名だと頭が出ていて、みたいな。夏だからあの曲かあの曲ぐらいしかないよな、みたいな。そうそう。このアーティストは今から流す曲か、ライダーの話かどっちかですよね。ああ、ライダーですか。ということで、ちょっと話が脱線したんですけども、リクエスト曲の方、紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、ポルノグラフィティでミュージックアワーです。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思いということで、ポルノグラフィティのミュージックアワー聞いていただきました。ということで、本日はですね、アルメリア代表の久米ひとみさんをお迎えして、トークをしていきます。ひとさんということでよろしくお願いいたします。お願いいたします。いやー、もうね、さっきの収録の合間でもですね、ちょっともういろんなトークが盛り上がってしまって放送では流せないけどちょっとローカルトークをめちゃめちゃしてたというはい、はい、ということで、すごい親近感が湧いたあの、まあ、途中のトークだったわけですけども、ちょっと本題に入っていきたいと思います。そうで、先ほど自己紹介でもお話しいただいたんですけども、元々は岡山出身で、大学の時に、広島に来られたということで、いろいろと、はい、まあ、幼少期の話だったりとか、その大学の時の話だったりとかってことをちょっと、深掘っていけたらなと思っています。ということで、まずはですね、ひとちゃんの、幼少期の話をちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけども、ズバリ一言で、小さい時はどんな少女だったんでしょうか小さい時ですね、上に3個、上の兄がいるんですけれども、はいはいはい、その兄がやっぱり長男でもあり、甘やかされていたのかどうかわからないんですが、やっぱこう、ちょっと、言ったら悪いですけど、なよなよしたような性格なんですよね、うんうん、長男だし。で、その3つ下に私がいて、で、親戚の中でも私が一番下で、いとこのお兄ちゃん、お姉ちゃんに囲まれてたんですけれども、その中でこう、私、可愛がってもらえる、存在じゃないですか、年齢的に。そ, うですね、その上私自身こうぐいぐい行くタイプだったので、兄と一緒に迷子になった時なんかは3個上の兄が「ちょっとひとみお前あの店員さんに声かけて迷子になりました」って言ってこいよ、「あ、分かった行ってくる」みたいな感じでこうハキハキタイプですね。学級委員長とかああいうのを進んでするタイプの人間でした。ありがとうございます。いや、そうなんですね。いやー、学級委員長。だからもうあれですよね。基本的に多分クラスの代表みたいな。そうですね。クラス委員とか、班長とか。あ、はい、そういったものをやってって言われたら、うん、じゃあ分かった、やるよっていうタイプでした。うん、ありがとうございます。いや、迷子で声かけてこいよって言われて、うんっていうのが面白いんですけど。それも三つ上なんで、だから兄が例えば3年生とかだと、私がまだ幼稚園とか、幼稚園の子に行く、はい、幼稚園の子がお兄ちゃん連れてやってくるみたいな。うんうん、迷子センターにですね。迷子センター。そんな感じでした。割とあれなんですね、こう、自分のなんか好奇心とか、そういったなんか、もうなんか言われたらすぐに飛びついちゃうタイプというか。そうですね、もう楽しいことは好きだし面白いことにぐいぐい行く。でもただ大雑把な面もあってですね、うち父と母が血液型 A 型で兄も A 型で、で私もずっと A 型だって言われてたんですけど、それは母の勘違いだったらしく、大人になってから血液検査したら O 型だったんですね。で、母に言われたのが、あ、やっぱりあんただけなんか違うと思っとったんよと。なんか、家族の中で、はい、毛色が違うようです。ということは、いわゆるあれですよね、多分 AOAO の間で実は。そうです、そうです。母がメンデルの法則知らなかったんですね。ああ、実はってやつですね。そうです。いやー、あるあるですよね。よく、そうです。僕も、そうですね。実は、そうですね。両親も、そんな感じで。後から結構、僕の周りでも、実は調べてみたら A 型だと思ったら O 型だったとか、うん、B 型だと思ってたら O 型だったとか。そう。なんで、子供の時に、骨折をして手術をしたことがあるんですけど、その時に血液検査をして、目の前の看護師さんが、え？あなた何型だったっけ？ A 型よねって言って、これ A 型、まあいいやいいやって言って話を流されたんですけど、当時小学4年生の私、え？なんかあったってすごい不安には思ったことがあったんです、そういえば。いや、そうですよね。これが怪我して、それこそ輸血が必要ですの時に、A とじゃ全然違うし。
で看護師さんからすると、あの変な家庭の事情に踏み込んではいけないっていう思いがあって話を流したんだと思うんですけど、ね、あまあ別に A だろうが O がだろうが、まあ、血液検査さえできればみたいな。そうです。なのでそこではっきり O 型ってその看護師さんはおっしゃらなかったんで、あなんかいろんな配慮があったんだろうなと、ここあの大人になって気づきましたね。いやー面白いですね聞くとちなみにその いわゆるもうなんか A 型の特徴とか O 型の特徴ってよく言われますけど、から O 型だと気づかずにこう幼少期過ごされたわけで、なんかこう中高の時ってなんかそれこそ部活とかってされてたんですか？その中学校でバスケ部で、まあ、その時などだから副キャプテンもやってました。で高校で弓道部だったんですけど、この時の弓道部が ものすごく楽しかった思い出ですね。へえ、弓道こっちですよね、こういいやつですねいやかっこいい今かっこよかったですねありがとうございます。もう何年もやってないですけど、あの弓道部で、うん、あの結構あの競技人口が少ないんで、しっかり練習すればすぐ上達して上に行けるんですよね。めちゃ悪いですけどで、それで県大会優勝したりとか、中国大会全国インハイにとかっていう、あの部だったので、それでまあ遠征があったりとかもしてすごく楽しかった思い出です。いやすごいですね。なんかそう考えると本当小中高で本当にいろいろ体験というか部活も結構変えてみたいな感じなんです。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、実際にちょっと幼少期の話を聞いたんですけども、ちょっと、はい、ホームページ等を見させていただいたら、こう大学に入ってからちょっと、まあ、今の、まあ、お仕事にも、まあ、なる、まあ、きっかけというか、はい、適応障害になられたということだったんですけども、はい、なんかそのきっかけとかって何かあったんですかね。はい、私大学進学でその広島に来たと申し上げたんですけど、その大学に行って何をしたいっていう目的を全くなく大学に進学したんですね。なぜそういう状況になったのかというと、私自身が子供の頃から、小さい時からですね、母との関係に不信感をずっと子供ながらに持っていて、で母親と娘っていう関係性、そこにずっと不満があって、ずっと母から離れたい思いで子供時代を過ごしました。で、まあ、大学進学っていう大義名分ですよね。それを勝ち得て、もう、まあ、隣の県ではあるけど、まあ、本当は琉球大とか のめちゃくちゃ遠くに行きたかったんですけど、隣の県でも、まあまあ、距離がそんだけ離れてれば毎日会うわけじゃなければということで、広島に来たんですが、ただ、大学に行って何になりたいって聞かれても、まあ英語が好きだから国際学部に入ったけど、てんてんっていう感じで目標がなく、なので大学入っても勉強に身が入らなくって、だんだん学校に行かなくなって、まあ今考えると燃え尽き症候群だったんだなと思うんです。母から離れたい一心で受験勉強頑張ってた自分がいました。で、それで調子を崩しまして大学になかなか行かなくなって、で初めて心療内科にかかったところ、まあ、適応障害という診断を受けました。ありがとうございます。結構適応障害今考えるとかなり多いというか、まあ、その中で特にこう受験とか、なんかこうもうそこがゴール、まあ、それこそ親にから離れたいっていうところでもうゴールになっちゃうと、それ達成しちゃうと次っていうのがなかなか難しいというか。そうですね、バーンアウトしちゃいました。ぶり返しちゃいますよね、なんか何かのきっかけで。そうですね、ことあるごとに季節ごとに体調が変わったりするので、1年通して学校に通うっていうのがもう難しくって、うん、で私の場合はもうその大学2年生が終わった春にですね、ちょっと中退をしてしまったんです。で、その後まあ専門学校に入ってデザインの勉強をしたりもしたんですけど、やっぱりそっちもなんか中途半端に終わってしまったなっていう感覚が残ってまして、でそこからもうやっぱり 2,3 年はですね、私の人生の中での暗黒時代と名前をつけています。本当にもう記憶もちょっとあやふやなぐらい、何があったっけ、まあ写真が残ってるからそれ見て、こうこうこういうことあったよねって思うんですけど、あんまりこう
こう思い出に色がついてない状態というか、モノクロの思い出、それもコマ撮りのなんかここ何個かあるかなぐらいの思い出しかない頃がやっぱりありましたね。ありがとうございます。実際に会社とかも辞められて、で今のこのカウンセラーにこう、まあ、移行するというか、まあ、転身するっていうきっかけっていうのはどういったところがあったんでしょうか。はい、きっかけなんですけど、まあ、そもそもですね、私大学を出てなくって、なあなあで学生生活を終わらせてしまったので、その就職をしっかりしなかったんです。で、もう23歳でになる年ですね、通常だと4代出た後の年にですね、もう今の夫と結婚をすぐしまして、で夫の扶養に入りつつちょっとバイトしてみたりという期間があったんですが、まあ、その後すぐ子供を妊娠しまして、うちの3年生の長女ですね、でその子と次の子を産むまではちょっとずっと自宅で子供を見てたんです。で上の子が3歳になるまででした。で3歳になった時にやっぱり仕事もしたい、家庭だけじゃない自分の場所が欲しいと思って仕事を探して、でコールセンターの仕事ですねを見つけまして、保育園に入れて働き始めたんですが、そのコールセンターでの経験がすごく大きかったなと思ってるんです。でコールセンターでやっぱりこうお客様の要望を聞いて、でまあいろんな方がいるじゃないですか、クレームを言う方だっているし、で、電話かけても今忙しいからってガチャって切られたりもするし、でいろんな方がいる中で一人ものすごく困っている方のお話をずっと伺ってて、たまたま取った電話だったんですけれども、はいはいって言って聞いてて、もう長い時間ですよね。だいたいコールセンターで1件20分以内ぐらいで終わらせなきゃいけないんですけど、1時間以上聞いてたと思うんです。でいろいろその方が愚痴が出てくる、それこそこっちの通販のコールセンターだったんですが、その通販に対してではなくて家庭の愚痴、近所付き合いの愚痴なんかいろいろ出てきて、いろいろお話聞いてると最後にだいぶ落ち着かれて、ありがとう、あなたに話聞いてもらえてよかったわ、でさっきの商品なんだっけ、買っとくっていう感じで、すごくすっきりされた様子です。しかもありがとうも言っていただけた上に商品も買っていただけてっていう経験がありまして、やっぱり誰かの困ってることに耳を傾ける傾聴ですよね。まあ、その頃コールセンターのオペレーターとしての傾聴力っていう本なんかも読んでたので、あ、傾聴大事だなっていう経験を踏まえて、あとはもう子育てに苦労したところもあったので、ちょっと子供とかママ向けのカウンセラーを目指して心理学の勉強をしようと思い始めたのがその頃でした。ありがとうございます。いや本当になんかこう今日1週目もう終わるんですけどいや本当になんかこう人生紐解いていくと、なんかすごいいろんな経験をされて今があるんだなっていうのをすごく感じたのと、いやなんかこれは来週のカウンセリングとかの話とか実際に親子コミュニケーションのところ、親子カウンセラーのところにまあつながってくると思いますので、またこの辺につきましてはちょっと次週ということでやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。ということで最後もうお時間たっぷりありますので、はい、久美さんからアルメリアのことだったりいろんなお知らせよろしくお願いいたします。アルメリアでですね、私基本的に自分と同じようなママさんだったり、お子様のこと、あるいはママでありながら働いている、一般的に言うワーキングマザー、ワーママさんですよね、そういった方相手に普段個別セッションをさせていただいてるんですけれども、カウンセリングってなるとなんか自分の心全部暴かれるんじゃないかなみたいな不安が結構一般的にあると思うんです。でもカウンセリングってカウンセラーと言っても相手のことを全部手に取るように分かるとかいうわけではなく、一緒にその方の人生をについて考えていける存在だと思ってるんですね。で答えを出すのは私ではなく、よくアドバイスを求められることもあるんですけど、基本的にアドバイスというよりかは一緒になって考えて一緒に解決していく、マラソンとかでいう伴走みたいな感じですね。そういった形でママたちの子育てだったり日々の生活、あるいは家族関係とか対人関係について
サポートをさせていただいています。で、この夏ですね、実は最近の話なんですけど、この7月から、広島の育児もっと盛り上げようということで、ママサポートラブっていうグループを立ち上げました。で、これは、ですね、ママ向けの商品とか、ママ向けのサービスを扱っている女性限定での団体なんですけれども、現時点で私、心理カウンセラーですけど、私だったり、あとは助産師さんだったり、あとはママさんのいる家庭で、小さいお子さんがいるので、ハウスダストとか気になるからっていうことで、寝具クリーニングの方だったりとか、あと、アロマセラピーとか、そういった人たちが今6人集まってきて、団体を立ち上げました。で、何をやっていきたいかっていうと、やっぱり広島での育児、広島にいるからこそ叶わなかった、子供が小さい頃叶わなかったことだったりとか、広島だからこそ難しかったところ、あるいは、なんていうんですかね、県外出身だからこそ難しかったところっていうのがたくさんあったので、そういったママたちの悩み、困っていることを解決したいと思って、そういうグループで、サポート専門チームをにしようということで作りました。で、あとはですね、やっぱり子育て世代、ママさんと、やっぱ独身だったり、まあ結婚しててもお子様がいらっしゃらない方っていうのの認識の違いってかなりあって、そこで困ったこともあるんですね、今まで。で、そのあたりの人たちをしっかりつなげて、マッチングというのもおかしいですけど、つなげて、人の輪を広げて、で、結果的に、広島での子育てを楽しめる、状況にしていこうよということで、そういったグループを立ち上げました。で、絶賛参加者募集中というか メンバー募集中みたいな、インスタにも上げてるんですけど、ね、基本的にママさん向けの商品とサービスを扱っている広島市近郊で活躍中の女性限定の、会となってますので、ぜひ皆様、気になる方は、インスタでママサポートラブって入れたら絶対出てきますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、私は男性なので入れませんが。ごめんなさい。ということで、ぜひぜひ、やっぱり女性限定というか、やっぱりこう、女性同士だからこそ、こう、心理的なハードルがなく、こう、相談できやすいっていう環境はあるかと思いますので、ぜひぜひ、調べていただいて、問い合わせとか、参加とかしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日は、アルミリア代表の、久米ひとみさんをお迎えして、トークをしてきました。ありがとうございました。ありがとうございます。